皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイートボール2023今週の週間 FP 予想いきましょう。新シーズン2週目の週間 FP 予想、注目のね日本人選手また活躍が凄まじいですね。主な活躍選手こんな感じになってます。南野三笘両選手がね、もしかするとっていう可能性もありますから、そして日本人選手でいうと遠藤選手がついにリバプールデビューということで移籍後すぐでしたね。味方選手の退場もあって今後数試合もしかしたらスタメンの可能性も出てきたんじゃないかなと期待しています。そして今週はイタリア、ドイツ、トルコなどが開幕しほぼフル退場試合というところになります。カップ戦を行っていたスコットランドは今週退場外になります。新しいシーズンの週間 FP も本格化してきそうです。そうだ、先週ヤリの試合で逆足でゴール決めていた選手、逆足精度が上がってたんで今週はねその辺にもね注目してみていこうかなと思います。これからね逆足も上がる週間 FP の魅力がねここで出てきそうです。そして新シーズン新たにということで予想動画の方も予想11人を画像付きで紹介していこうかなと思っています。11人予想は最後に紹介するのでぜひ最後までご覧ください。こんな感じで毎週週間 FP 予想動画撮っていきます。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。さあ毎度おなじみゴールキーパーは今週は巨人の集まりです。身長がね平均195ぐらいあるんじゃないかなという身長が高い選手がね集結するゴールキーパー候補となりそう。その中でもビルバオのウナイシモンがちょっと抜けてるのかなと思ったりもします。2対0に前半20分にしたんですけどその後結構攻め込まれる場面が目立ちましたね。中でも決定機数度作られたんですけど最後まで集中切らさずクリーンシート、そして圧倒的身長の高さといえば2メートル3センチヘレンフェからのベルトですね。ワールドカップ週間でもね一度来てますがリーグチャンスで1回チャンスあったと思うんですけど来なかったですね。ワールドカップ以来のね週間チャンスあるんでしょうか。そしてウエストハムのアレオラ選手登場すると初 FP になります。3セーブとセーブ数は少ないんですけど1本が PK セーブということでチェルシーを破りました。1対1の場面で PK を止めたんですけど2点を追加し勝利を収めてます。アレオラ自身プレミアリーグ初の PK セーブだったらしいで今週のゴールキーパー枠はね、誰かしらの巨人が来そうです。さあ続いてはディフェンダー行きましょう。まずはバイエルンから左サイドバックデイビス2アシストでマウンズマッチに輝きました。ケインのブンデスリーガ初ゴールなどはアシストです。身長の高い選手でもありますし週間としてはね初搭載になる。そしてフィオレンティーナのビラーギ選手も、なかなかの活躍見せました。前半5分中への、カットインから利き足でない右足でニアを抜いてますので登場すると逆足精度上がりそうですね。アシストはコーナーからのアシスト。そしてセンターバックでいうとポルトからイヴァン・マルカノ選手1対1の中後半アディショナルタイム100分パワープレーでゴール前6人ぐらい入ってました。クロスからのヘディングで決勝点を生んでます。そして昨シーズンの王者ナポリからディロレンツォが2アシスト。2本目のアシストはスルーパスっぽかったですね。しかも利き足ではない左足で出してましたので逆足上がるかもしれません。そしてアタランタからはゾルテア選手が1ゴール途中出場で83分まで0対0、先制点の後ダメ押しのミドルシュートを、決めています。このゴール素晴らしかったんでハイライトね、貼っとこうかなと思います。概要欄チェック。さあ一番豪華になりそうなミッドフィルダー注目です。見ていきましょう。まずはブライトンですよ。皆さん見ましたか、三笘選手のドリブルからのゴール。ハーフウェイ超えたあたりからのドリブル開始、相手にね、多分引っ張られてると思うんですけど倒れない、中央を切り裂いて、ゴールに流し込みました。多分5人ぐらい抜いた扱いのような、そんな感じでしたしスピード速かったですね。そして後半立ち上がりのエストピニャへのマイナスへのボールからのアシスト。もうここまではほぼ三笘選手だろうと思ってたんですけど、その後ツォリーマーチ2ゴールを決めまして、マウンズマッチ、しかも2週連続の活躍。1点目の演出のね、アウトのパスも素晴らしかったですね。そうなると、ブライトン枠、もしかするとソリーマーチになる可能性も出てきたというね。さあ、どうなるんでしょう。そして、三笘選手のね、登場を危ぶませるのが、モナコから南野選手の活躍。今まで日本人が2人搭載されたっていうのは多分なかったと思うんで、2ゴール1アシストの活躍なら南野選手の方が優先されそう。今季初ゴールなど代表復帰へアピールになったんじゃないでしょう。一度奪われてからの奪い返してのこの守備力、南野選手の一つの武器ですね。そこからミドルシュート、さらには16分後アーリークロスからのヘディングシュート、そして後半は、ベン・エデルへスルーパスを出してのアシスト、全3得点に絡む大活躍。初の週間南野あるかもしれません。そして同じアジアの選手からでいうとモンペリエからタマリ選手2ゴール、ヨルダンの選手ですね。今週リヨン戦でモンペリエ4得点でした。1点目はディフェンダーの間を切り裂いてのゴールに、2点目はゴールキーパーのパントキックから超ロングカウンターでした。ゴールキーパーの1対1を作り、冷静に決めてます。サイドしかできないウィングストライカータイプですね。今回は左足でのゴールなので逆足のアップはなさそう。まあスキルはねちょっと少なめですけど、まあまあいい感じです。そしてバイエルンからはサネが2ゴール、1点目のケインからのスルーパス良かったですね。右足でチョンってなんかシュートを打つのも素晴らしかったです。そしてユベントスからはラビオが1ゴール、
前半3得点で、一気に試合を決めてしまいました。前半のアディショナルタイムに、クロスからヘディングで、決めています。今回もキエーザが、CF で得点もしてますし、 CF キエーザの、チャンスもあるんですけど、 MOM はラビオでした。そしてベンフィカからはネレスが2アシスト。こちら途中出場なのでスーパーサブチャンスがあるかもしれません。深い位置までドリブルで運んで、グランダークロスからの1アシスト。2点目は相手3人ぐらい引きつけてのラファシルバへのスルーパスからのアシスト。このアシストは利き足でない右足で出してるんで逆足上がるかもしれません。そしてマンチェスターシティからは決勝点をアシストしたフォーデンが1アシストで 8.4 の評価点。今回右ハーフなので故意的戦に変更入るかもしれません。そしてメインパートナーバルサからはペドリが1ゴールで、そのゴールをアシストしたのがギュンドワン。82分までスコアレスの中、中央をギュンドワンとのワンツーから抜け出して、ペドリがゴールへ流し込みました。左足のゴールなんですけど、逆足精度確か最高なので上がりようがないですね。おそらくこれは2列目からの飛び出しとかになりそうですね。さらにアストンビラからはレオン・ベイリー、懐かしいですね。1ゴール1アシストの活躍。ベイリーの深い位置からの中央へのボールから、先制点を生み出してます。さらにスローインの流れから右足振り抜いてますね。今回は利き足ではない右足の記録ということもあって、逆足どうなるんでしょう。先週は残念ながら1得点の選手しかいなかったんで、精度しか上がってなかったです。相変わらずスーパーサブは持っているようです。あとはノッティンガムフォレストのオーリエ選手2アシスト。89分には勝ち越しゴールをクロスからのアシスト、2つのクロスからのアシストでマンオブザマッチにも輝いてます。そして今週はトッテナムとマンチェスターユナイテッドのビッグマッチが再びやってきました。その中で1ゴールを決めたパプサール選手、後半立ち上がりクロスボールがコース変わって、サールが逆足の左足で合わせて先制点決めてます。バランス系 B2B の、身長が高いタイプっていう感じです。フィジカルはちょっと低めですね。あ、ワンタッチシュート持ってんだ。今回多分ワンタッチシュートでしたよね。追加はなさそう。さあラストフォワードいきましょう。まずはレッチェからアルムクビスト選手1ゴールです。鎌田選手も先発出場したラツィオ戦でした。ラツィオ自身もかなり攻め込んでて、シュートは23本、ただ得点わずか1。85分にこのアルムクビスト選手が浮いた球をボレーで沈めて、その後2分後にさらに得点し逆転勝利を収めてます。今週主要リーグのフォワードの中で一番評価の高かった選手です。そしてブレステからはカスティオ選手、先週も活躍してたので2週連続のピックアップ。そしてスポルティングからはパウリーニョ選手が1ゴール1アシスト。3分にアーリークロスからの左足のボレー、エリア内速いボールを足元で収めての追加点。唯一の登場はチャンピオンズリーグのものですね。スーパーサブがついていた、なかなか優秀なスキルを持っている選手の一人です。そしてナポリからは2ゴールの推し面ですね。昨季の得点を、開幕節も爆発です。どちらもディロレンツからのアシストでした。1本目はクロスからワンタッチで豪快な一発、さらには抜け出しから冷静に沈めて、今季も推し面は硬そうです。そしてバイエルンからブンデスリーが初得点も奪われました。1ゴール1アシストをケインですね。サネ・デイビスなど活躍してるんで、誰が登場するかわからないバイエルンは、多分誰かしらは開幕節ということもあってくると思います。そしてジローナからはストゥアーニ選手が2ゴール。どちらもクロスからでしたね。ふんわりとしたクロスに右足ジャンピングボレーと、ゴールキーパーのミスも見逃さない泥臭いような流し込むようなゴールでした。そしてインテルからはエースラウタロがこちらも負けず2ゴール。ドッピエタの活躍で勝利に導いてます。グランダークロスから8分に先制するとワンタッチゴールでしたね。アルナウトビッチの仕掛けからファーへのクロス、滑り込んで合わせて追加点を挙げてます。そしてリバプールからルイス・ディアス、先制されるも逆転勝利でしたね。ルイス・ディアスのコントロール、浮かせたところボレーで叩くの綺麗でしたね。その後に今週クラセレも来ているジョタが追加点などを挙げてます。来週のリバプール戦はいろんなところで楽しみ。そしてブレントフォードは今週3発快勝でした。その中でウィサ、ムブもそれぞれがゴール記録。前半44分でした。ゴールキーパーへのバックパスを見逃さず先制点のウィサ、ゴールキーパーも一歩も動けない PK、 さらにはワンタッチでのゴールで3対0。ウィサは FP1 回って書いてますけど、確か登場してないですね。そしてガラタサライからはイカルディ、そしてビジャレアルからはモレノ。モレノのゴールはショートコーナーからニアでスラしてファーで詰めるようなゴールでした。はい、てなわけでこんな11人選出になりました。まあ安定でしょう。ブライトンはやっぱりソリーマッチかなということで入れてみました。三笘、南野揃って出てきたら日本人にとっては嬉しいです。ぜひあなたの予想はコメントに書いてください。こんな感じで毎週週間 FP 予想やっていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。